ルル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 ルあなたの脂肪が90日で10キロ痩せるピタゴラス牧雄です。今日もダイエットスタートして12日目になります。今体重はですね、68キロだった体重が66キロ前後で移動しております。約2キロ痩せたままです。でですね、今日はですね、12日目にしてですね、今日と明日の2日間だけですね、プチ断食をしたいと思います。プチ断食ですが、水とですね、野菜ジュースだけは取りたいと思います。エナジードリンクをですね、今日は、私の家の近くにですね、沖縄市粟瀬にあります、テンブスというところでですね、酵素のエナジードリンク、酵素ジュースを、買ってきました。で、これを今日朝と明日の朝を2日間だけ、それ以外は、食べ物を取らないというプチ2日間の簡単プチ断食をやって、そこからさらにですね、体重をですね、2キロ、落としたいと思います。で、また、3日目からは通常の食事になって、腸をですね、きれいにするデトックスを行いたいと思います。で、今日買ってきたものを簡単にご紹介いたします。こちらはですね、酵素ジュースですね。こちらとこちらがですね、元気印、見えますでしょうか。中山さんのニンニク玉ですね。こちら中山さんのニンニク玉と、こちらはですね、50歳代に見えないドクター南雲先生の、ごぼう茶。ごぼう茶を飲んで、20歳若返りたいと思います。私もですね、20歳若返って10代のピチピチの腹に戻りたいと思います。では本日はここまで。また明日。